こんにちは、荒木和弘です。えー、北朝鮮があの南北に通じる鉄道道路を破壊したというニュースが、えー、この間ありました。で、えー、まあこのことについてちょっと今日お話したいと思うんですが、えー、あれ一体なんであんなことをやったのかということですね。まあ一つはその南北の関係を切るっていう章だったと思うんですけども、あとは、 あそこですね、えー、あんな道路や鉄道があると、南から攻めてくるんじゃなくて、北から逃げ出すということで、逃げ出すのを止めるためということもあったんではないだろうかと思います。で、もともとですね、あの鉄道と道路を通したとき、 っていうのは、ま、要は、キムデジュンが2000年に、南北首脳会談やって、ま、これでその南北の関係を良くするということで、キムデジュンとその次のノムヒョンの、ま、サハ政権の時にですね、一生懸命やったんですね。で、ですけども、あそこはですね、鉄道がつながっていると言っても、あの、もうほとんど意味はない。 えー、私はあの2000、えっ、ー、と、ノムヒョン政権の末期の頃ですね、2007年か、えー、ちょうどこの韓国に接してるケソンという町があります。そこへ行ったんですけども、そのケソンまで通じる鉄道というのはですね、あの当時、1日1本、えー、列車が行ったり来たりはしてました。 で、えー、だけども何も荷物は積んでないんですね。えー、機関車が、えっ、ー、と、荷物車みたいなの一両引っ張って、で、行って帰ってくるっていうもう象徴的な話です。でもともかく、あのー、もうすべてがですね、南北関係が良くなっているということを示すための章でしかなかったと。もう本当に全然意味がなかった。えー 北側あじゃない、あの、東側ですね。これ、あのー、要は、京、京尾線という、えー、ソウルと、それから、ソウルって、まま、昔の形状の形とですね、新義州の義を結ぶ、あのー、この鉄道、えー、北朝鮮のメインラインの一つですけども、ここに、を通す、それからもう一つは東海岸。 日本海側のところの線をですね、通すってこれ二つやったんですけどね。日本海側のところの線なんかですね、北朝鮮側はそのまま繋がってんですけども、韓国側は繋がってない。ただもうその、急線ライのところだけ通すために、えー、そこにですね、鉄道を敷いたっていう、もう全く意味がないことやった。で、このために膨大な金を北朝鮮に韓国をぶち込みました。えー、それが、あのー、現実だったんですね。だからほとんど元々意味なかったんです。 で、え、それをまあ、あの、全部潰してしまったということですけども、まあ、これあの、変な解釈をすればですね、あの、左派政権10年、ま、ムンジェインの時も合わせて、えっと、15年ということになるんですが、 ま、これによって北朝鮮側の受けたダメージというのは非常に大きかった。えー、どういうことかというとですね、あの、ともかく、えー、韓国が保守政権であれば、あいつら敵だっていうことでですね、あの、できるわけですね。で、倒して、統一しようということは言えるんですけども、相手左派政権だとですね、倒せるともちょっと言いにくいんですね。で、なおかつ、その、統一、なんて言うとですね、逆に自分たちが吸収されるかもしれない。 で、あの、向こう側からこうゾンビが近づくみたいにしてですね、やってくるわけですよ。そうするとですね、もうそれでちょっとこう触ってしまうと、あの、南のものがどんどん入ってきちゃう。で、感染しちゃうわけですね、ある意味ね。ほんとゾンビみたいなもんで。で、まあ特にもう本当にあの、あの頃、 南北の交流で、例えばあの、プサンのアジア大会だったかな。あの時、美女応援団とか来たのを覚えてる方います。ああいう女の子たちだってですね、もう行く前にものすごい教育を受けるわけですよね。その北朝鮮がいかに素晴らしいかどうしてこうしてって。でもそれジャンプ、あの、バしっと覚え込んで行くわけです。で、行ったってですね、南に行ってみたらば、その、まもうそんな20代の女の子の関心なんてですね、 えー、もう南の女の子がどんな服着てるかとかですね、どんな化粧してるかってそんなことばっかりでしょ。い言いませんよ、もちろんね。お互いにね、密告されると危ないから。言わないけども、みんなだって見て帰っていくんだから、どっかで話は伝わっちゃうわけですね。えー、というふうにして、この、要は、サハ政権によって、ある意味、北朝鮮は蝕まれていったと。 ね、もともとその左派政権作ったのは北朝鮮に蝕まれてそうやったんですけども、えその、おまあ、ブーメラン現象になってしまった。で、そのブーメラン現象をなんとか止めたいというのが、あの、鉄道や道路の爆破、ということになったんだろうと思います。でも、こんなもん、あの、全くの、 ね、パフォーマンスですから、えー、何の意味もないっもともとだからその鉄道も道路も意味がなかったんでそういう意味ではですね、えー、もう同じことだということです、えー、あれをやったから北朝鮮がなんかこんな,なんか意図があるとあんな意図があるな真面目に考える必要なのが全くありません、えー、あれはただの本当にですね、えー、やっただけということです今もう北朝鮮はですねあのー、もうできること本当に限られちゃったんですね えー、というのはもう、昔だったらば、あの、2010年の天安撃沈とか、四ピアンド砲撃とか、まあ、ああいうことやって、えー、少し武力挑発みたいなことできたんですけど、今もうほとんど、そんなもんできません。だって、あのー、ある程度、戦闘能力のある軍人は、ウクライナを送っちゃってるわけでしょ。で、そしたらもう、だって残ってるのはですね、栄養失調みたいなのばっかり。で、砲弾もない。ね、えー、だからまあ、いいとこゴミつけた風船飛ばすぐらいが関の山と。 そういう極めて情けない状態です。で、まあこれだから、この状態をなんとかですね、本当にチャンスだと思って、この状態でこのまま我々にとってうまくいくなんてことは思っちゃいけません。ね、今までそうやって失敗してきたんで、自分自身もそうですから。じゃなくて、この状態をこれがどうやって使うのか、それが最大の問題だというふうに思います。えー、もう、それに向けてですね、我々も頑張っていきますんで、今後ともよろしくお願いします。今日も、 ありがとうございました。